おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、HTB の単独インタビューに応じた鈴木直道知事。あっという間の1ヶ月だったなというふうに思ってます。新しい時代が始まるこの時に、北海道知事として仕事をさせていただける光栄とですね、日々仕事を重ねる中でその思い責任を実感しているところです。北海道知事に就任してからの1ヶ月を振り返り、これからの展望を語りました。先月30日、鈴木知事は十勝の大樹町の民間ロケットの打ち上げ会場に足を運びました。まさにこれはピンチをチャンスにを体現しているプロジェクトだと私は思っています。皆さんと共に見つめ見守り、そして喜びを分かち合いたい。就任後初めての視察になるはずでしたが、一応バルクがなんか不具合で、これをこれにして打ち上げを見届けることはできませんでしたが、4日後打ち上げは見事に成功。ゴールデンウィーク中から知事は矢継ぎ早に動き出します。帯広では長芋の選別施設を視察。昔は投げてた、はい、捨ててました。鈴木直道北海道知事、どうぞ前にお進みください。札幌ドームのファイターズ戦にはリーグ優勝、さらには日本一を勝ち取ってほしいと思います。12日からは全国知事会の一員として初めての外遊にモスクワへ向かいました。日本とロシアのそれぞれの地域同士が友好、経済などさまざまな分野で交流を深めることで双方の信頼関係が強化をされ、領土問題を解決して平和条約を締結することにつながることを期待しております。ロシア議会の要人には札幌の千歳鶴をプレゼント。外交デビューを果たしました。ちょっとずつ前進します。道庁ではできるだけ町内を歩き回るようにしているといいます。歩いてるとこう、おはようございますって私がこう言って、でこう返事がないんですよ。で時間差で、え、うわっとかつって、あ、知事だみたいな感じ でおはようございますみたいなのもあって、なんかそういう、なんて言うんだろうな、みんなも職員のみんなも身近に感じれるような存在として、これからもやっていければいいなというふうに思ってます。16日からは初めての道議会に臨みました。休憩時間に各会派の控え室を挨拶回り。自民党会派の控え室では、すみません、失礼します。皆さん本日からよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。カメラ来たえ、あ、そうか、そっちやろ。慌てて議員会長に挨拶するため、取って返す一幕も。慣れてないもん。いやいや、いいんだいいんだいいんだ。ちゃんと議員会長と握手して。はい、申し訳ないでございます。はい、よろしくどうも。はい、ありがとうございます。すみません。与党自民党は36年ぶりに単独過半数を占め、鈴木知事にとっては政策を進めやすい環境となりました。鈴木道政のこの先を占うのが、知事を支える副知事の人事です。昨日、道政史上初めて副知事3人が一斉に交代する人事が決まりました。起用されたのは、道の公営企業管理者の浦本元人氏、北海道銀行の土屋俊介氏、総務省からの出向で道の総務部長を務めている中野雄介氏の3人です。新しい、道政を進めていく上でですね、新しい体制で、それを進めさせていただきたいという思いのもとで、
これまで人選を進めてきたところです。土屋氏は道の OB で、道任に勤務する前は道の農政部長を務めていた人物。他の2人も現職の道の幹部です。副知事一斉交代で道政刷新のイメージを演出する一方、道政をよく知る人物を3人起用して堅実さもアピールしました。親身がないというのは別にして、知事の決意を見せたという意味では一つの方法かな。3人とも交代っていうのは普通ありえないからね。今後のお手並み拝見だね。これから鈴木知事を待ち受けるのは、来月の定例道議会に提出する補正予算の編成です。道内ゆかりの経済人らによる北海道応援団会議の創設など、鈴木知事が掲げる政策を具体化する予算となります。財政が極めて厳しい中ではありますけれども、選挙戦の中でお訴えをしたですね、政策公約のできる限り優先順位をつけて今補正に取り込みたいということで指示を出しましたから、道民の皆様にもですね、その全体像をお示しをしてご理解いただければありがたいなと思ってます。